こんばんは、DSPM スターズの大関瑠衣です。こんばんは、DSPM スターズの小泉洋です。いや、今日ゲストすごいね。すごいね。すごいよ、すごいよ。ということでね、じゃあ早速、うん、今日はこの方が来てくれてます。はい、エレンちゃんです。よろしくお願いします。すごいすごいよ、初のね、初の DSPM スターズじゃない。おガチいいんですか、ガチガチのゲストが。私でありがとうございます。嬉しい。なんか5月のさ、頭ぐらいにあったあの DSPM の配信の時に、うんうん、なんかよかったら来てくださいみたいな言ってくださって、それで本当に呼んでくれると思ってなくて、なんかそういうのってなんかその場限りのやつなのかなみたいな思ったら、上辺のっぽいもん、上辺っぽいの。早速呼んでいただいてありがとうございました。実現が早かったですね。じゃあ早速、うん、改めてエレンちゃんの自己紹介の方をお願いします。はい、エレンちゃんです。ソロアイドルやってます。よろしくお願いします。あ、嬉しいな。かっこいいソロアイドル。ソロアイドルかっこよくないですよ。ぼっちですよ。いやかっこいいよね。一人で生きてるのがすごいですよ。19人で生きてるんだよ。1対19だから今。もう羨ましいです。私アイドルと言ったらグループアイドルって思ってた側なので、でグループ入りたかったんですけど、結構いろいろオーディション受けて全部落っこっちゃって、しょうがないからもうソロでやるかみたいな。すごいね、ソロでできるのがすごいよね。できてるから。できてないですよ。できてます。できてます。できてます。大丈夫です。ね、ちょっとライブとかでも一緒したいですよね。なんかまだ。したいですね。意外と全然ね、一緒に。確かに。そう。なんか DSP も。そうそう。なんか全体のイベントで一緒になることはあっても。そうなんですね。なんか。あんまり絡みが薄いので、うん、今日でちょっと仲良しになれたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは1曲聴いてください。イルネードでラビンニュー。 DSPM ロックス。DSPM スターズの DSPM ロックス、大関瑠衣と小泉洋とエレンちゃんでお送りしています。それでは今夜はこちらのコーナーです。 DSPM ロックスアイドルソングベスト5。うおー、ナイス、成功。いや、今週もありがとうございます。成功。あれ。はい、このコーナーは DSPM ロックスオリジナルのアイドルソングランキングを作っていこうというコーナーでーす。で、この番組で出来上がったランキングをもとにライブもやりたいねっていう話があるんですが、まだできていませんので、みんなでね、いいランキングを作っていこうって感じです。でね、皆さんからの投票もお待ちしておりますので、ぜひメールでね、送ってほしいなーっていう感じなんだけど、今日はなんと、届いてまーす。嬉しいねー。早速、ラジオネーム、ちゃんこアット福井さん。ようちゃん、ルイルイ、ゲストメンバーさん、エレンちゃん、こんばんは。あ、こんばんは。ごめん、間違えた。こんばんは。こんばん、ウォウォウ。こんばん、ウォウォウ。これ、癖強いな。ようちゃんの配信でよくウォウォウって言ってるんです。そうなのね。すいません。こんばん、ウォウォウ。ウォウォウ。はい、ベスト5なんですが、選べるかーいってなりましたが、過去あら、なんとか選んで決めてみました。DSPM のライブは、ほぼ配信でしか見れてませんが、うんうん、いつかライブに行けるようになったら楽しむぞー。というわけで、ランキング行ってみよう。すごい、かわいいな。なんかテンションが、ね、シールなのにさ、ね、進行してくれてる。行ってみよう。じゃあ、ルイさん、今週も。すいません。はい、行きますね。はい。それでは、第5位。じゃん。じゃーん。虹のコンキスタドールで、真夜中のテレフォン。おー、そこかっていうとこついてきますね。やっぱ虹コンさんのファンの方なので。あ、そうなんだね。そう。やっぱちゃんとしっかり入れてきましたね。5位とはいえね。入れてくるね。大事ですね。それでは、第4位。じゃん。じゃーん。中央通りで、花束を君に。嘘。嘘。へぇー、そこなんだ。すごいすごい。なんか結構あの、うん、コアファンというか、うん、なんか、結構知らないと、うん、あの、入れない曲だなって。本当？チューポリとかやっぱり、そうだね。マキミとかは、なんか、割と出てきやすいのかなと思って、嬉しい。嬉しい。シンプル嬉しい。詳しいですね。すごい詳しい。さすがでございます。ありがとうございます。それでは第3位。
じゃ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 ん、じゃーん、ディアスターズでハローワールドエンド。おー、入れてくる。いや、これもね、うん、あのディアスターズ知ってる人って感じ。本当、ね、いつもとちょっとランキングの空気違うね。そうだよね。そうなんですか。結構いつもランキング、うん、なんか王道な感じの、うんうん、そうそうそう、わかるわかる、結構あったんですけど、今回の渋いんですね。渋め、渋いそれでは渋めのランキングの第2位です。じゃ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 ん、バンドじゃないもんでハッピーツアー。おー、知らないこの曲。私も存じてない、申し訳ない。聞いてみよう。なんか新しい視点でいいですね。ね、面白い。ね、面白い。そういうアピールがしたいタイプのオタクなんですね、多分。厳しい。知らないだろ、お前らみたいな。それでは、第1位。じゃ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 ん、じゃーん。電波組インクで、バンダリズム。うん、好き。オタクが、バンダリズムは大好き。じゃあ、通じ合えた。やっと、よかったですね。やっと通じ合えました。ありがとうございます。すごい、いいランキングでしたね。すごい。なんか新しいよね。ね、視点が。もう、こういう感じでね、うん、聞いてくれてるみんなも、もう好きなようにランキングを作って、ね、ゴリゴリのね、自分の偏見で、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいので、ぜひ皆さん、ね、ランキング待ってまーす。待ってまーす。そしてね、今日来てくれたエレンちゃんにもランキングを作ってきてもらいました。はい、楽しみ。嬉しいな、うん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 。じゃあランキングに行く前に、うん、ちょっとね、エレンちゃんに何個か聞きたいなと思うんですけど、うん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 、じゃあまずアイドルを目指したきっかけとかありますか？きっかけはなんかすごいふんわりしてるんですけど、うんまあ、アイドル自分がなれるとはあんまり思ってなくて、うん、でもアイドル自体はすごく好きだったんですよ。でアイドルのライブの受付スタッフをやってて、最初、うん、へー、すごい。そうなんですよ。それでなんかその地下アイドルのライブを結構見る機会があったので、うん、あ、できるかもみたいな、すごい感じで思って、結構そのオタクの人たちって隙間狙ってくるというか、そのスタッフの可愛い女の子とかにがっついてくるので結構そこでチヤホヤされて、うんうん、あ、じゃあなっちゃおうかなみたいな、ちょっと調子に乗っちゃって挑戦したっていう感じで。オタクありがたいですね、そのチヤホヤしてくれた。そうですね、そのチヤホヤのおかげで今ここにエレンちゃんがいるから、すごい、そのオタクすごいぞ。はい、よくやったオタクたち。ね、オタクすごい。そういう感じです。そんな素敵なエレンちゃんのベスト5を聞いていきたいと思います。はい、これちょっとあのベスト5と言いつつ、うんうん、ちょっと順位つけられなかったので全部1位のつもりなんですけど、全部1位、それでもいいですか？大丈夫です。私たちもそうなんで、ね、そうだった。楽曲 DD が出てしまう。ね、それではじゃあ私が、はい、あの振らせていただきます。それでは第5位、じゃ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 ん、小石りんごさんの牛尾のロマンチックです。おー、ハマしちゃうね。そう、もうね、しおさんすごく好きで、この牛尾のロマンチックは、うん、あのしおさんがあの作詞をされてるんですけど、2番の歌詞が特に好きで、あの見つけたヤドカリ、ヤドカニって呼んでも怒らない、いつでも全皇帝君が好きよっていう歌詞があるんですけど、本当に可愛くて、やっぱりなんかあのクソリプは最悪ってことをちゃんと曲にして歌ってる。面白い。みんな刺さった。今クソリプしちゃダメだよ。もうね、本当クソリプおじさんは全員牛尾のロマンチックを聞いてほしいなと思って。ぜひじゃあ、はい、また今のフレーズだけで聞きたくなったね。上手上手上手っていうか、プレゼン上手だね。はい、ね、それでは第4位、うん、じゃ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 ん、じゃん。中央通りさんで結局 I love you。 嬉しい。ですか？いや、そうです。私が初めて多分、うんうん、知ることになったきっかけがこの曲で、あの2019年の11月4日のツイッター、うんうん、めっちゃしっかりしてる。11月4日あのそうです、なんかリリースイベントの、うんうん、あのライブ動画をツイッターに上げてて、公式アカウントが、それで、赤の子めちゃくちゃ可愛い、嬉しい、赤の子だ。そうなんですよ。だから今日ラジオはと思って、やった、ずるいだわ。嬉しいんですけど、ちょっと拍手が。拍手。拍手が出ちゃう。よかった、ありがとうございます。その時の曲だったので、ちょっと今日は選びさせてもらいました。嬉しい。今日きっかけ。嬉しいの。笑顔止まらんの。止まらない。それでは嬉しい気持ちを抑えつつ、はい、第3位。じゃ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 ん。じゃーん。
電波組インク VS フランシュシュゾンビランド電波。渋いよね。知らなかった。これは渋いですよね。これはそうですね。あのそうです、コラボ曲でテレビアニメのゾンビランドサガっていう、うん、はい、ゾンビのアイドルの見てた。あ、見てましたか。つい最近。え、見てたの。今もやってて。そうなんですよ。なんかそうなんだ。二期をやってるんですよね。ですよね。リベンジを。そうなの、はい、知らなかった。そうなんですよ。めっちゃ面白いですよね。そうです。それが大好きで、電波組さんも好きなので、なんかすごい夢のコラボと思って、この曲すごい好きで。フランシュシュって聞いて、めっちゃ聞いたことあると思ったら、はい、ゾンビだ。そうなんです。すごい。ゾンビランドさん、あ、見てるんですね。面白いですよね。見てください。見ましょう、見ましょう、ありました。それでは、第2位。じゃ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 ん。夢みねむさんで魔法少女未満。最高。わかるわかる。言うことなしですね、はい、もう。そうですね。なんか初めて、うんうん、その、地下アイドル的な、うんうんうん、アイドルの方の CD を買ったのが魔法少女未満で。そうですね。秋葉原の、そう、あの、ディアステージ、あの、アイドルカフェのディアステージに行って、CD を買ったんですよ。すごい。CD を求めて、求めてわざわざ行って。すごい。思い出の一曲ですね。へー、CD、初 CD、アイドルの、はい、すごい、それは。そう、なんか地上のアイドルさん、メジャーなアイドルさんは、なんかもともと好きだったんですけど、ちょっとそれで初めてそういう世界に入ってきたというか。いい趣味。趣味、最高だ。大正解。大正解。それでは気になる第1位。じゃ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 ん。じゃーん。イルネードさんで、ラビンニューです。おー、先ほどもね。はい、先ほども。流れてましたけど、はい。リルネちゃん、リルネードさん本当に可愛くて、本当にも本当に可愛いですよね。本当に。でも私その好きとか、うんうん、あんまり可愛いと思ってるって伝えられなくて、そのなんかそのさっきの話でも2019年の11月4日に見つけてはいるんだけど話しかけたことがなかったんで、そういう感じでリルネードさんも好きだけど、うんうんうん、なんか一回くらいしか事務所でお話したことがなくて。じゃあこれからですね。そうなんですね。ちょっと機会があってもちょっと。え、推しメンとかいるんですか？うん、まゆさん。あー、やだ、まゆたんはね、かわいいからね。元気もらってます、いつもツイッター見てて。え、すごい。めちゃくちゃ可愛い。ファンだよ。なんか一回話した時に、なんかちょっとこれ以上話すのはも、なんか申し訳ないと思っちゃって、途中でもう強制終了してました。もう大丈夫です、大丈夫です。絶対大丈夫、めっちゃ優しいんで。絶対なんかちょっとね、お金も払わずに喋っていいのかな。いや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 、オタク同じ事務所だから、いいオタクしかも。じゃあこれからね、ちょっと DSPM で、めちゃくちゃね、仲良くなれていけたら嬉しいですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、いいランキング、はい、行きました。ありがとうございます。個人的に嬉しくてありがとうございます。嬉しいですね。はい、ということでこのコーナーでは DSPM ロックスオリジナルのアイドルソングランキングを作っていきます。リスナーの皆さんも投票お待ちしております。宛先は dspm@fmfuji.jp dspm@fmfuji.jp です。それではここで一曲聴いてください。小石尾リンゴで牛尾のロマンチック。FM Fuji FM Fuji 78.6 and 83.0 DSPM ロックス。 DSPM スターズの DSPM ロックス、大崎るいと小泉洋とエレンちゃんでお送りしています。それではメールをね、一通エレンちゃんに読んでもらいたいと思います。はい、ラジオネーム梅っちさんからのメールです。DSPM スターズの皆様、こんばんは。こんばんは。さて、今週皆様に答えてもらえた世論調査は、思わずキュンとしちゃう男性の行動です。ご飯をがっつり食べるところ、うん、額の汗を拭う仕草、重そうな荷物を何も言わずに持ってくれるところ、などなど、一般的にはありますが、果たしてメンバーの気になる回答は、男性ファンは録音を準備だ。はい、準備だー。準備だー。みんな録音したかなということで。はい、なんだろう。なんでしょうね。キュンとする仕草。仕草。男性の行動。さ、仕草じゃないけど、うん、なんかルーは、あの、スーツの男性が結構好きで、それなんかあの、平日のライブとかだと、なんかあの、いつもは T シャツとか、私服なのに、うん、なんか、そのまま会社から来たから、スーツで来たよ、みたいなのが結
くありますね。ドキッとドキッとしますね。そしたらもう休みの日でもスーツ着てきちゃう。みんな着てきますよ。着てきちゃうよ。スーツの仕事じゃないとわざわざ今頃スーツを買いに、ね、じゃね、ルイのためにスーツを下ろしに行って頼むでみんな。なんだろうね。よっちゃんは、うん、あのスーツつながりでいくと、うんうん、やっぱちょっとすごい王道なことを言うんですけど、うん、あのネクタイをクッて外す、あの仕草、あのでもあのネクタイキュッて外すの難しいらしくて、はい、そうなんですね。なんか一回自分でやろうとしたらなんか全然できなくて、なんかできない動画を上げたの、ツイッターに。うん、難しいんだ。難しかった。ただなんかオタク、なんかそのやり慣れてる男のオタクにすごい笑われて、うん、はい、そうだからキュッてすんの。あ、じゃあ、ね、あのスーツで着てもらって特典会でキュッて、それも素晴らしい。やってもらおう。エレンちゃんは、やっぱりなんかチケットを素早く予約するとか。あ、最高。お財布から速やかにお金を支払う仕草はやっぱり気の利くかなと思いますね。みんな録音したかい？これもうすぐにね、実践、はい、エレンちゃんの前でも実践ができる。ぜひぜひ、そうですね、物販とかで実践できますので。ね、はい、でもそれをしたら、もうエレンちゃんはもう、キュンって。キュンってしますね。男女問わずですけどね。あ、男女問わず、はい、確かに。じゃあこれからね、もう明日からね、なんならようちゃんとるいちゃんもときめいちゃうかも。すごいときめく。そうだね、一番嬉しい。と言っても過言ではない。そうだね。みんな、ちゃんと録音できましたか？ということで、今週もメールを送ってくれてありがとうございます。そしてね、うん、ここでなんと新コーナーを発表したいと思います。新コーナー、新コーナー聞いてなかったよね、これね。そうね、今日急遽決まったよ。そ、それでは新コーナーのタイトルはナイスエコー選手権。はい、ということで、今日からナイスエコー協会の会長を務めることになりました、小泉洋です。よろしくお願いします。やばい、何それ。聞いたことないんですけど。このコーナーはですね、あの、エコーをかけて言ってほしいなっていう一言を皆様から募集いたしまして、そのみんなから募集した言葉をゲストや DSPM スターズのメンバーに実際に言ってもらって、会長であるようちゃんが採点をしたいと思います。そして誰が一番高得点を出せるのか競ってもらうというようちゃんが絶対のコーナーです。なのでね、これからね、あの、聞いてくれてるリスナーの皆さんにはね、このコーナーへのメールも送ってほしいなって思ってるんですけど、今日は、ちょっと試しに、るいちゃんとエレンちゃんに、はい、この、エコーに挑戦してもらいたいと思っているんですけれども。はい、第1回目。はい。はい。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。今日お二人に言っていただく言葉は、エレンちゃーんです。おー、いいですね。自分で自分の名前を呼ぶ感じになりますね、レンは。エコー協会は結構自由に伸び伸びやっていこうと思ってるんで、なるほど。あんま難しく考えずに、あの、はい、心の思うままに叫んでいただければ、はい、嬉しいなと思います。はい、じゃあ、まずは、はい。どっちがいいですか、エレンちゃん、先と後。じゃあ、じゃあ先で。じゃあ、エレンちゃんから。おー行きましょうかね。オチを取っておきます。じゃあ、3、2、1出しますね。はい。じゃあ、エレンちゃんのエコーまで。3、2、1。エレンちゃん、いいですね。いいですよ。あの最後、しゃくり上げる感じがいいですね。これは。すごいな。ちょっと。採点しなきゃいけないんですよね。そうですね。めっちゃ良かったけど、どうしよう。これは、9.5 点。あ、結構高い。もうダメじゃん。もうやりたくないよ。9.5 点で、あの、もうめっちゃいいの。個性的だし。うんうん、最後の 0.5 点は、あの、ようちゃんの個人的な好み的には、このチャーンがもうちょっと伸びてたら、10点だった。惜しかった。そうですね。でも 9.5 点なかなか出ないんだ。ありがとうございます。暫定1位。初めて。難しいんだけど。初めてなのに。初めて。難しいよ、これ。じゃあね、そうだとやっぱ、ルイさんもね、私のエコーたくさん聞いてくれてると思うんで。結構なんか、聞いたところによると、やっぱ、伸ばしが大事なのかなっていうのを、今言った。さっき言ってたので、ちょっと伸ばして、空気をたくさん吸って頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。では、るいちゃんのエコーまで、3、2、1。エレンちゃーん、おー、どうでしょうか、これは。緊張した。これは
っとなんか私すごい呼ばれてお得。あ、よかったよかった、幸せエレンちゃんにいいお題だった。悩むな。いや、これがだって相当肺活量を使ったんですけど。そうだよね。ルイちゃんも 9.5 点、はい、おお100点で、うん、あと伸びてたらよかったなで、るいちゃんは最後の「うん」の後のエコーのかかり方がすごい綺麗ですごいよかったから、ただあのエレンちゃんの「チャ」がもうちょっとだけ強く出てたら10点だった。チャにアクセント結構ね細かいところやっぱ勢いも大事だから、はい、すいません、ちょっと書いてくん、書いてるちゃんとこれからはみんなからの、あの、うん、読んでほしい言葉もお待ちしておりますので、うんうん、ぜひぜひ皆さんメール送ってください、ね、これ送りやすい、送りやすそうな感じするね、うん、あの長い文章だとねエコーっぽくないから、やっぱ、うん、確かに簡潔に、うん、お待ちしております。待ってます。それではここで一曲聴いてください。エレンちゃんで、あんたは天才。 TSPM スタンスの TSPM ロックス、そろそろお別れの時間です。最後にお知らせです。私が所属しているさよならステイチューンのワンコインライブが6月6日に新宿ロフトにて開催されます。イエイ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 。なんとこちらのライブ、あのタイトルの通りね、500円でライブが見れちゃいますので、ぜひ初めての方もそうじゃない方も遊びに来てください。お待ちしてます。先生行くよはい。そしてゆうちゃん、今日ね、あの6月4日メモリのソラリスディアステージでイベント、うん、初イベントやらせてもらってありがとうございました。ということで、うん、6月の12日に雨模様のソラリス代官山ユニットにてファーストワンマンを開催します。おめでとう。ありがとうございます。チケット買ってくれた皆さんもありがとうございます。チケットまだまだ絶賛発売中ですので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。そして、はい、エレンちゃんです。私は、10月の9と10、ちょっと先なんですけど、東京キネマクラブで、ライブを2日間やります。すごーい。ぜひぜひ今からでもスケジュール開けて、来れるようにしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。すごいすごい。ワンマン。ワンマンか、ちょっと考え中なんですけど、ワンマンに片方はなるかも。2日間あるので。おー、2 days。そうなんですよ。これはもう、9と10を開けておくとエレンちゃんがキュンとするということでよろしいでしょうか。そうですね、間違いなくキュンとします。はい、じゃあ皆さんキュンとさせましょう。エレンちゃんそしてね、これはるいちゃんとようちゃんが、うん、あの明日なんですけど、うんうん、明日6月5日、BSPM キャンプが開催されます。イエーイ、明日だ、明日、うん、来てくれたらもれなくようちゃんとるいちゃんがキュンとしますので、うん、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。はい、今週もね、もうそろそろ終わりの時間なのですが、エレンちゃんどうでしたか？なんかあっという間でした。楽しかったです。嬉しい。二人が可愛くて癒されました。いや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 、ちゃんとしたゲストの方迎えるのも初めてだったから、うん、全然ちゃんとしてないので大丈夫です。いやいや、許しててね、また呼んでください。ぜひ来てください。はい、TSPM スターズがお送りしてきた TSPM ロックス、今週はここまでです。ここまでのお相手は大関るいと小泉洋とエレンちゃんでした。